ポイチさんと絶対大きなことを成し遂げるぞっていう遺跡に関して思うこととか悩みに悩みまくりましたね。ミシャの存在が大きかったですね。はい、皆さんこんにちは、本日は初の現役プレーヤーゲストに来ていただいてます。京都サンガ FC の森脇亮太選手です。そうです、京都サンガ FC の森脇です。今日も元気に頑張るぞー。イエーイ、ケイタさん。ちょっとはい、鈴木啓太チャンネルなんで。なるほどなるほど、はい、一応ね、今回コラボ企画っていうことで、後ほど森脇さんのチャンネルですか、はい、森脇亮太の誘ってんジャンティーに、そうですそうです、ケイさんの方もね、チェックいただきたいと思うんですけれども。そうですね。でもさ、はい、一番最後に会ったのいつだっけ。啓太さんと会ったのは1年前ぐらい、ちょうどコロナがまだ全然流行る前だったんで、ね、京都に移籍してすぐかな、ケイさんもね、京都にお仕事で来るタイミングで、その時に会った以来かな。サンフレッチェ時代の話を聞いていきたいんだけど、はいはい、森保監督ってどんな人だった？森保監督ね僕が見た森保監督は一言で言ったらお兄ちゃん的な存在でしたね。自分と年が近い監督だったんで、本当に相談事とかもいろいろすぐできましたし、なんかフランクに喋ってくれるっていう感じだったんで、でそのお兄ちゃんみたいな人が監督になったわけじゃないですか、うん、そうなんですよ。しかも初めての監督、ね、はい、でそこで一番最初のタイミングで、なんて話したの森保さん。でも森保さんの時に強く印象に残ってるのが、森保さんがこう監督に就任するってなった時に、電話をいただきまして、僕自身ありがたいことに他のチームからオファーをいただいてまして。お、そうなんですよ。それは浦和レッズ？浦和レッズじゃないんですよそうなの。浦和レッズのライバルチーム大宮アルディージャから話をもらってて、自分自身もありがたいオファーをもらって、環境を変えて勝負するのもどうなのかなっていろいろこうモヤモヤして、いろんな話も聞きたいな、ちょっとそっちに揺らいでる自分もいて、人生で初めての他チームからのオファーだったんで、他のチームが自分を評価してくれてるっていうのが嬉しくて、で自分も結構好奇心旺盛なんで、他のチームでチャレンジするのもありかなっていろいろ悩んでた時期でもあったんですけど、その時に直接ポイチさんから電話がかかってきまして、自分が初めての広島で監督をすると、で監督業も初めてだと、その中でもしかしたら俺と一緒にやるってなると不安の方が大きいかもしれないけど、なんとか力を貸してくれと、一緒にみんなで強いサンフレッチェをもう一回築いていこうっていう話をポイチさんに言われて、もうその電話をもらって、おし、ポイチさんと絶対大きなことを成し遂げるぞっていう決意に僕は変わりましたね。その電話が僕の中でポイチさんと初めて仕事する上で一番最初にコンタクト取った、一番印象に残ってるワンシーンですね。すごいねそれね。いや本当にすごいなと思いました。で、あ、僕だけにオファーくれてるんだ、あ、ポイチさん特別は嬉しいなと思ってたら後々話聞いたらみんなに決断してた2012年に初優勝するでしょ、はい、その時って最強だったのかな、優勝したんで僕の中では最強チームであったことは間違いないですけど、なんかその時って千里が前にいて、青山がボランチにいて、ボランチにいて、で後ろは千葉ちゃん、千葉和彦、ね、でゴールキーパーには周作がいたっていう感じなんで、バランスは非常に良かったですね。いわゆるサッカーでいうね、縦のラインはしっかりはしてたというふうには。それでさ、2012にいきなり取っちゃうわけじゃん。よくジャーナリストはシーズン前に予想するじゃないですか、けど、その予想は広島はもう降格圏にほとんどの人が予想してたんで、絶対これ覆そうぜっていうのが僕らの合言葉でしたね。なんかターニングポイントになった試合とかあった？自信を深めた試合はキャンプ中に数多くトレーニングマッチするんですけど、そのトレーニングマッチでの手応えが僕の中でものすごく良かったんで、これはいけるんじゃないかなっていうのはアバウトですけど、こう感じてたところはありましたね。何か戦術変えたところは、前任者がペトロビッチ、ミシャ監督だったんで、
そのミシャの攻撃はそのまま残しつつ、ポイチさんが一番取り掛かったのはディフェンス、守備のところの強化っていうところでキャンプも結構それをやってたんで、優勝した時はどんな気分だったの？優勝した時はめちゃくちゃ嬉しかったですよ。ゲンさん、どこに勝った？セレッソ大阪、うん、スコアは4対1かな、合計、ね、でこれもエディオンスタジアムで、だからそれまでもね結構劇的なゲンさん試合が多くて、なんか今年のサンフレッチェって運がいいなっていうのを感じる試合が結構あったんですよね、うん、へー、うん、え、森もその時結構点取ったんだ。そう、4点ぐらい取って、その当時浦和で強化部長やってた人が、お、森脇結構点も取れるんだなと、うん、そういうので翌年浦和レッズオファーしてくれたらしいんですよ。そういうのも加味して。でもさ、うん、優勝したチームにいたわけじゃない、うん、はいはい、そこから浦和レッズに行くわけだよね、はい、でさ、そう、いつからオファー来てたの？正直な話、もうこれ本当もうぶっちゃけトークですけど、10月の終わりかな、まずチームの強化部長から浦和からオファー来てると。広島の？そう、強化部長からオファー来てると、うん、話するってどうって、あ、一回は話はしてみたいですっていう感じで話をさせてもらったっていう感じですね。え、その時はまだ広島との契約残ってたの？契約は残ってた。でも今年その2012年優勝した年で切れる年やったんで。あ、切れる年だったの？そうなんだよ。要は翌年移籍するってなると移籍金ゼロで出れるよっていう条件だったんで。で、浦和の強化部長と話をして。そうです、強化部長。会って話しましたね。広島まで来てくれて、そっからまあ返答は11月の3週目ぐらいには決めてくれっていう。でもその時はまだ優勝は、多分優勝決まったのが11月の28日ぐらいなのかな。あ、じゃあその前に、うん、まあまあ決断したっていう感じでしたね。え、でもさ、サンフレッチェにはさ中学生の時から所属してたわけじゃない、うんうんうん、やっぱこう思い出もあるだろうし、うん、なんかこう移籍に関して思うこととかあったの？やっぱり悩みに悩みまくりましたね、ケイさん。浦和レッズからオファーをもらって本当に冗談抜きで顔中にブツブツができるっていう、うん、出来物ができるぐらい悩みましたね。どうするのが自分とって正しい選択なのか。決め手は何だったの？決め手はペトロビッチ監督、ミシャの存在が大きかったですね。ミシャからもまだまだたくさんのことを学んでいきたいなと。本当にペトロビッチ監督の下でタイトルを絶対取りたいなっていう。なるほど。でもね、うん、広島から浦和に移籍するっていう流れ、うん、陽介、はい、その後、まあ牧野はドイツからっていう話もあるけど、うん、で森でしょ、はい、周作、うん、で石原直、うん、よくサンフレッツみたいに、ね、言われてたんだけど、まあ、ミシャがいたっていうこともあるかもしれないんだけど、はい、うんうん、それについて当の本人たちはどういうふうに感じてるの？またサンフレッチェから来るのっていうのは多少は僕もありましたね。だんだんとそれが重ねていった時に、なるほど、あ、またサンフレッチェの選手から来るんだ、またで僕的には一緒にプレーできるのは嬉しいですけど、うん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 、ああそうなんだっていうのはありましたね。でもさ、その間ね、移籍してから4年間の間で3回優勝するわけじゃない、広島が、うん、自分が移籍して、はいはい、要は浦和を強くして浦和で優勝するのは自分の目的じゃない。目的できましたよ。でも、うん、ここの広島は優勝し続けるわけだよね、うんうん、それをこう横目に見ててどういうふうに？とにかく心の中では悔しさの方が強かったですね。移籍して、じゃあ後悔は？後悔は全くないです。後悔はないけど、まあ悔しい。後悔はないけど悔しかったです。広島時代もミシャに指導してもらってたと思うんですけど、はいはい、まずどんな監督ですか？ミシャはポイチさんの話をさせてもらった時に、お兄さん、ポイチさんはそう、お兄さん的な存在だというふうに、うん、言ったんですけど、ミシャは本当にお父さんみたいな、もうそういう感じですね。もう多分皆さん、うん、ポイチさんがお兄さんって言った時にもうお父さんって言うんだろうな、うん、想像ついてた。想像ついてた、まあ、もう本当に。そのお父さんがじゃあどういうお父さんなの？そうなんですよね。
そうなんですよ。そのお父さん像を聞かないと。そうなんですよ、ケイさん。人によってお父さんって違うじゃん。確かに。どういうお父さんか。どういうお父さんか聞きたいよね。そうですよね。お父さんいろいろいますもんね。うん、あのミシャはどういうお父さんかといえば、本当に子供と深く関わってくれるお父さん。いい時はいい時は、怒るし、いい時怒っちゃダメだ。いい時怒っちゃダメ。いい時は褒めるし、ダメな時は全力で怒ってくれる、そういうお父さん。ケイさん、俺35にもなるのにこれはまずい。普通のお父さんだね。視聴者の皆さん、森脇亮太こんな感じで本当すいません。ちょっと、はいはいはい、じゃあちょっと無理に、うん、俺が助け舟出すとすると、助け舟ください。やっぱ俺はミーシャはやっぱお父さんの印象強くって、はいはい、でもね、ケイさんもお父さんの印象強いんですね。お父さんの印象強いんだけど、はいはい、うん、ものすごく子供の行動を観察してる、うん、なるほど、観察していて、はあ、で毎日毎日のその接し方によって、うん、この子は何を考えて今やってるんだろう、うん、今日はどういう状態だろう、今日は機嫌が悪そうだな、うん、なんか家庭で問題がありそうだなとか、うん、そういうようなことを観察してくれて、うん、で選手の気持ち、まあだから子供の気持ちを汲んで、うん、こう指導してくれるような、そんな監督だと俺は思ってるのね。ケイさん、僕もその通りです。その通り、うん、まあその少しこう監督の性格みたいなところは、はい、まあ、本当に素晴らしいと、うん、でただやっぱサッカーの部分も少し聞いていきたいんだけど、うん、広島での指導と浦和での指導ってなんか違いってあった？広島と浦和での指導の僕が感じた一番の差は、守備のことも多少こうミーティングとかもそうだし、練習とかもまあちょっとセットプレーが入ったりとかっていうのが多少増えたかなっていうのは感じましたね。もう広島の時なんかもう本当にセットプレーの練習とか守備の練習一切しなかったんで、もう常に攻撃のことをトレーニングする、うん、で裏の時ももちろん攻撃のことがメインでずっとやってたんですけど、でもその中でも守備のことも多少入れたりっていうのが大きな驚きでもあったかなっていうのは感じましたね、うん、まあ、よく言ってたもんね、その攻撃のクオリティが全部上がっていけば自然と守備のトレーニングもなるみたいな。そうですよね。なんかあのミシャに、うん、一番なんだろうな、言われたこと、うん、注意されたことってある？森、ミシャに言われてやっぱ一番こう大きく残ってんのは、怖がらずに縦パスを入れ続けろと、うん、もう、そうだね、そこはもう口酸っぱく言われて、でもそれがさ、うん、やっぱ森の特徴っていうか、うん、すっごい質高いボール入れるじゃん前に。俺はね、それがね、うん、森脇の一番の特徴だと思ってて、いや嬉しい。もう最近ちょっとそれが影を潜めてきたんですけど。それなんでなの？いい準備が足りてないのかな、今。誰が？あの僕自身の、そのボールを受ける前の選手たちにもそれが足りないのかもしれないよね。まあ、まあ確かにそれをね、あの要求していきたいなっていうのもあるんですけど、うん、そこに入れないと、うん、チャンスってやっぱ増えないじゃない。確かに。でそれを何本いいボールを、ね、うん、縦につけれるかっていうことを考えると、うん、後ろの選手がそういうクオリティを持ってるのであれば、うん、それを前の選手たちが引き出す、うん、もちろんその今の京都のサッカーっていうのは当然あるんだろうけど、うん、やっぱねそこはサッカーの大前提としての要素があるから、もっと要求してもいいのかなって思ったりするけどね。うわー、今ケイさんほんまにめっちゃ急に真面目になっちゃうんですけど、うん、めっちゃぐさってね刺さった。自分の性格でダメだなって思うところがあって、うん、それはある程度自分で思ってても、うん、相手のことの立場とかいろんな相手がどう思うのかなって考えてた時に、自分が思ってるこの言葉はちょっと一旦自分の引き出しにしまっとこうと思っちゃう時があって、うん、結構言わなかったりする時もあるんですよ。結構周りから見たら、森脇そんなんじゃんじゃん言いそうじゃんって思われがちなんですけど、うん、結構それをしまっちゃう部分があるんで、うん、あ今なんかケイさんにそうやって言ってもらって、あそういうのもやっぱ伝えていかんと、やっぱり自分のこう特徴も出しづらくなってんのかなっていうのはめっちゃ感じた。でも森のさ最近さ試合のさこう、メンバーにさ、あんまり絡んでこないからさ、そうそうなんですよね。何なのと思って、まあ
まあ、自分のね、レベルがそこに達してないとか、パフォーマンスをもっと出していかなきゃいけないっていうのは間違いないんですけど、だけどどっちかって言ったらやっぱ今いる京都の選手たちに、自分がそこに合わせようっていうので、ちょっとそっちに9割方持っていてたっていうのが本音。これもう誰にも僕の YouTube の相方ですら話してはなかったし、僕の奥さんに家族にもねこんな話もちろんしないし、初めて圭さん自信持ってよ、すごいいい選手なんだから圭さん、すごい。俺はあれだよ、本当に冗談抜きに縦パス入れるっていうところに関しては一級品、 G リーグの中でもトップレベルじゃん。本当っすか。もうそれ以外のところは俺はあんま好きじゃないんだけど、森脇っていう人間をね、ボボッとやっぱ人間がね、人間自体あんま好きじゃないんだけど、人間自体好きじゃないの健さん、ちょっとそれはもう森脇亮太全否定だでね森、2015シーズンね、ファーストステージ優勝して、まあチャンピオンシップ進んで、ガンバに負けるじゃん、東口の電光石火のカウンターみたいななかった。こっちがチャンス作って、ポストに当たります。で東口選手が前にボールを送ったところから大カウンターが始まって、そうだよ、ね、失点するんですよ。で翌年2016年も、セカンドステージで優勝して、アントラーズに負けるわけじゃん、確かに。でね14年、もう俺のパスミスから永井に決められて名古屋に入れられて、だからね14、15、16とやっぱそういうところで負けてるのよ、俺はその途中でね引退してっていう話なんだけど、まあめっちゃ悔しかったじゃん。めっちゃめっちゃ悔しかったですもん。そのさやっぱさ16年もさ、こう雰囲気としてはさ、まあロッカールーム俺は分かるんだけど、やっぱ暗かったの。もう本当に暗かったですね。もう本当に誰一人、もう座ったところから動こうとしない、みんなこう気力が抜けてるような、そんなロッカールームでしたね。こんなロッカールーム初めてっていうぐらいの、その静けさでしたね。でさ、まあそこからね、2017年、リーグで結果が振るわず、まあ、ミシェが、途中で、ね、辞めるわけだよね。でその時って、やっぱ自分がミシャとまたやりたいなって思いでレッツに来て、広島では優勝してたのに、優勝目前で常に負けて、でミシャが解任されるわけでしょ、その時の気持ちってどうだったの？もうね、なんでこのタイミングっていう、もちろん そのなんでやねんね。そうっす、ミシャと契約を満了するって話を強化部からされた時の一番率直に来た僕の中での言葉でしたね。チームの雰囲気どうだったの？チャンピオンシップで、敗退したかのような、もうそのどんよりさはすごかったですね。なんでって声は上がってたの？なんでっていう声はそれぞれは上がってましたね。でミシャがそういう風に来て挨拶した時にも、みんなこう泣いてる選手がもう半分以上いたってい うそういう感じでしたね。まあ、でもその後ね2017 の, その ACL でね、堀監督になってタイトル取ったじゃない、まあ、堀さんで優勝したっていうことは、まあ間違ってなかったのかもしれないね。でね、2019年に浦和から離れる、わけだけど、そのあたりのいきさつというか、話せる範囲でぶっちゃけトークですね。ぶっちゃけトークでもう、それはもう本音を言えば、もっともっと長く浦和レッズでプレーしたかったっていうのが僕の一番の思いではありましたけど、だけど、クラブからちょうど契約が切れる年に、契約更新っていう話もあるのかなって思っては、多少思ってる自分もいたんですけど、実際にこう提示されたのが0円提示やったんで、まあ、要は延長のオファーがなかったんで、延長のオファーがなかったんで、じゃあその時にその延長のオファーがないっていうのは分かって、年齢はいくつだっけ？年齢がその時32だったと思うんですよね。 32歳。じゃあまだね、引退なんていう年齢じゃないしね、そうですね、考える年齢じゃないもんね。まだ全
然動けてる状態だったんで、うん、ゼロエンテージでってなった時にもまだまだ現役でプレーするっていうのは、うんうん、自分の中では決めてましたね、うん、でそこから京都からそうですね京都サンファからオファーが来たっていうところだったんで、うん、まあ一番最初に浦和と契約満了になるっていう話で、なった時に一番最初に声をかけてくれたのは京都サンガ FC このオファーの熱量っていうのはものすごくありがたいものがあったんで、うん、まあもうそれやったらあの京都のために本当に自分を必要としてくれてるクラブのために頑張りたいと、もちろん J1 でプレーしたいっていう思いは強くあったんですけど、まだできるし、まだできると、うん、まだ J1 で J1 のカテゴリーで十分自分の存在を出せるっていう思いはあったんですけど、うん、だけどそこにこだわらなくていいじゃんっていうふうに思えたのもあって、それやったらまあ本当に自分を必要としてくれるクラブで自分自身を表現するのが一番自分にとって幸せな形じゃないかなっていう思いで、なるほどね、京都サンガ FC にお世話になりますっていうのは伝えましたね。自分の存在を出せるところ、うん、そうです。なのに、うん、最近縦パスを相手に合わせてるっていう、うん、そう出してないっていう自分の存在ゼロっていうね、ゲーさん人に合わせてばっかりで、そう人に合わせてばっかで、ちょっとこのさ、うん、今ね中断期間で後半戦だからさ、うん、そこはなんか出してほしいな。いや森のいいところケイザー本当になんかハッとしました、うん、本当に、うん、オフが終わって、練習が再開した時には、うん、ちょっとしっかりその辺は自分自身の特徴は出していきたいなと、で、うん、自分が思ったことに対してはどんどん要求もね、うん、していきたいなっていうのはありますね。ということでですね、今回はもう森脇選手に盛りだくさんのお話を聞いて、うん、まあ、あのペトロビッチ時代の浦和レッズ のお話も聞きましたし、うん、ファンフレッチ時代の話も聞きましたし、はい、で、今回はですね、森脇選手とのコラボ企画ということなんですよね、はい、うん、森脇選手のサソステンジャン TV の方でも、はい、まあ、コラボ動画がアップされますので、い、はい、そちらの方もぜひ、見ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。ありがとうございます。